こんにちは、セラスケです。今回はですね、ちょっとね、今日ね、日本橋に用事があるんですよ。あのね、日本橋にあるボークスさんに私の作品飾ってあるんですけど、それをね、撮りに行こうと思います。そしてでも今回のこの動画のメインはですね、 HG のね、ギャプランフライルが再販かかってるんですよ。今日ね、絶対売ってるはずなんですよ。なのでそれをね、狙ってます。狙いに行きます。出会えるかな。最近ね、再販ってほんと買えないんですよね。一瞬でなくなっちゃうんですよ、売り場に出ても。買えるか分かんないけど、でも信じていきたいと思います。日本橋だったらね、出会える確率高いと思います。なので頑張りましょう、行きましょう。はい、今日はこんなガラガラ引いて大荷物で行きます。この段ボールの中に作品を入れて持って帰ります。ガラガラ引きながら歩いてます。これ結構ね、大変なんですよ。今ね、中身入ってないから、まあ中身入っても重さ変わんないと思うけどね、重さ的にはね、めっちゃ軽いんですよ。でもこれを引きながら歩くっていうのは結構大変ですねまあのんびりね、行きましょう。私ね、歩くの好きなんで全然楽勝っすよ。はい、ここは新世界です。久々にこの前通りました。あれは有名な串カツだるま。じゃじゃん、これ名前わかりますか皆さん。通天閣ですよ。私ね、ずっと大阪に住んでたけど、これの名前ね、最近まで知らなかったんですよ。マジだぜ。はい頑張って歩いてますよあー、暑いよ。汗かいてもね、ガラガラをしてるからさ、あんまりね、汗拭けないんですよつらったんだぜ。あ、でもね、もうすぐだよ、もうすぐ日本橋。ちょっと長かったな、結構歩いたんですよあとちょっとで日本橋。暑い、めっちゃ暑い。はい、ちょっと寄り道してね、今ね、恵比寿神社の前にいます。めっちゃ久々に来たな。だいぶ前に1回だけ来たことあるんだよな。皆さん、恵比寿さんって知ってますか。あのね、商売の神様みたいで、お正月とかなるとね、ここすんごい人なんですよ。めっちゃにぎわうんですよ。来ました、難波ですよ、ここは。あ、疲れた。はい、都会だね、都会ですね。今日もいい都会だな。はい、今ね、難波について日本橋あたりうろうろと歩いてますでね、今ね、ボークスさん目指して歩いてますよ。でね、なんかちょこちょこプラモとかもさ、チェックしながら行きたいですよね。だって今日はギャプランが手に入るかもしれないからね。ではどんどん歩いていきましょう。ギャプランいるかな、どうかな。いなさそうだね。え、これはいないね、いないよね、まあ、ちょっとね、プラモの数も少ないしね。歩いてます、私は都会を歩いてます。ナンバシティって書いてたな。正直ね、あんまりね、ナンバ詳しくないんだよね、よくわかんないんだよね。あー、ちょっと疲れが来てます。飲み物でも買おうかなと思います。ちょっと喉が渇いたので何か飲み物買います。何がいいかな、やっぱりこれかな、レモンティーかな。はい、レモンティー買いました。あ、喉渇いた。はい、ずん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 歩いていきます。日本橋を一人でずん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 。はあ、結構暑いです。今日は湿度が高めなのでしょうか。はい、来ました、ボークスさん。ボークスさんのもう前にいるよ、あとちょっと。今ね、信号待ちしてます。この信号渡ったらもう着きます。ワクワク、ドキドキだね。は
い、ということでボックスさんで自分の作品回収してきました。はい、はあ、ではまた今からガンプラ探しの旅に行きましょう。はい、作品飾ってた時に横に置いてあったね、あのちっちゃな紹介のなんかボードをね、せっかくなんでいただいてきました。来ました、ガンダムくん、ガンダムタウン、でっかいガンダム、かっこいいね。やっぱりりりしいね、目つきがいいね。はい、HG のギャップランフライル、あのね、売ってるか見てきたんだけどなかったね。なんでなの。でも私ね、サイハンってもうほとんど出会えたことないんですよ。時間が決まってんのかな、意外に夕方とかにサイハンのって並べたりするのかな。でもそれって店舗によりますよね。店舗のなんかそのタイミングが結構違うのかな。私ね、偶然ね、サイハンの MG ドムと出会った時があって、いや、あの時はめっちゃ嬉しかったけどね。でも出会えない、あの出会いを求めに行ったら出会えない。どうして。はあ、お腹が空いてきました。もうね、今ね、お昼なんですよ、お昼の時間なんですよ。だからお腹がめっちゃ空いてますね。前にガンプラ再販探しに行ったよっていう、旅に出ますっていう動画で、ペッパーランチっていうね、なんだろう、あれ、お肉と塩コショウがすごいかかったあのご飯を混ぜて食べるみたいなね、やつ食べたんですけど、あれね、めっちゃ美味しかった、また食べたい。今日は何食べようかな。本当ね、どうしようかな、何飯テロしようか、飯テロ食レポしようか。はい、ということでお家に帰ってきました。はあ、疲れた、めっちゃ疲れました。あのさ、ゴロゴロ引きながらさ歩くのなかなかしんどいもんだね。多分ね、姿勢がさ、こうやってずっとさ固定されるのがやばいんだろうなと思いましたね。で、今日はギャプランフライルをね、探し求めていろんなお店に行きました。でね、その結果を皆さんにお伝えしたいと思います。最近ね、出会うことがもうかなり難しい再販キットと私は出会えたのでしょうか、どうなのでしょうか。で、再販の HG ギャプランフライルと、私が出会えたかと言いますと、結構ね、何店舗行ったかな、かなりのお店をね、見て回りました、私。でね、で、うん、そのね、あのね、売ってなかったんですよ、売ってなかったの、マジで、これマジですよ、出会えませんでした。日本橋まで行ったのに出会えなかった。で、僕がこうってなったんだけど、でもね、一つね、いいものに出会えたんですよ。それはね、とても嬉しかったの。皆さんにね、今からお見せしますね。何と出会えたと思いますか。私が大好きなガンプラのあのキットと出会いました。この子もね、最近再販かかってたものです。前に探しに行った時はね、出会えなかったんですけど、今回出会うことができました。ではお見せしますよ。じゃじゃーん、こちら HG の赤いタンに出会えた。久しぶりだねっていう感じです。アッカイはね、かなり前に購入して一回だけね、組み立てたんですが、そこからはね、もう全然売ってるの見かけなくて、アッカイタンとはもうなかなか会えないねっていう感じだったんだけど、前の動画でもアッカイが再販で出てるらしいということで探しに行ったんだけど、出会えなかったんですよ、その時は。でもね、こうして出会えた、とても素晴らしいことなのではないでしょうか。私はとても嬉しいです。また
遊ぼうね。はい、ということで今回はね、まあ用事もあって日本橋まで行っていろいろね、ガンプラを探したりとか、ちょっとボークスさんで作品をね受け取りに行ったりとかしました。もうコロコロゴロゴロ引いてるのが本当に大変だったけどとても楽しかったです。皆さん見てくださってありがとうございました。ということで今回はこの辺で、じゃあねー、またねー。